そう、だから久々にこんなバッチリメイクしてるわ。最近さ、本当にずっと家にいたから久しぶりになんか人と触れ合ったというか ね、今日ね、久々にな、なんともあって嬉しかったです。今日はそう、朝からバゲットの方に出演させていただいて、プロスタとカメオのお話をさせていただきました。前回出演させていただいた時は、なんだろう、プロスタの告知のちょっとの時間だったんですけど、今回は最初から最後までいさせていただいて、とっても嬉しかったです。この時期なんで、ちょっとリモートの出演ではあったんですけど、そのアナウンサーさんたちとやり取りもさせていただいて、緊張してました そう。んで、そう、みんなもありがとうございました。なんかトレンドに入ってたみたいですね、イコラブの文字が。今日2回トレンド入りしてない？朝も夜も 嬉しいね。ありがとうございます。皆さんのおかげです。メンバーもみんな見てくれて楽しかったです。喋れてたかな。そう、まあ見れない地域の方も多分いらっしゃると思うんで、での収録の前にさ、その青木アナウンサーさんとご挨拶させていただいたんですけど、クリスマスの歌がすごい好きでよく聴いてますって言っていただいて、本当に嬉しかった。とっても優しい方々でした。また出演させていただけるように頑張ります。応援よろしくお願いします。やっぱりすごいね、反響がすごかった。そう、僕らの制服クリスマスが好きっておっしゃってました。ありがたい、ありがたいです。ね、青木さんはアイドルオタクなんですね。そうなのね、嬉しいね。そう、まあそんな感じでしたね、今日。で、あと MV も公開されましたね、今日、さっき。どうでしたか？で、まあみんなもう感想とか教えてくれてるんだけどさ。好きでしょ？みんな好きだと思う、これは。みんな好きだよね、これは。私も好きだし。ね。君と私の歌、これはね、いおりがセンターなんですよ。パチ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 。私もね、この歌詞をいただいた時に、誰々センターとかも言われてなかったんだけど、これ誰かなって考えた時に、やっぱいおりだったな。いおりがすごい当てはまる歌詞だった。特にね、下がる目尻も甘えた声もっていうところが、あ、これいおりじゃんと思った まあ他にもあるんだけどさ、でも多分いおりのファンの方の目線がすごい入ってる気がするよね そんな印象を受けた。でもまあ、なんだろう、すごいなんか皆さんが共感できるような歌詞で可愛いなって思いました。可愛いよね。クマを読んでいこう。カズリンチョ、ミツ、カズ、カズ、カズ、ありがとう。ジン、チーちゃん、ハンちゃん、ミツ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 、お、二つだ MKT、
が2つ MKT MKT マヨ水野十三おもちいっちゃんたけ今日あんまりギフト読めないかもしれないゆきぴょんまさゆきとくまくまありがとうあっワッタがお城タワーだあれめちゃめちゃ久しぶりえめちゃめちゃ久しぶりじゃないですかありがとうワッタ忘れられてなかったえなんかすごい嬉しい今すごい嬉しくなったありがとう久々に来てくれてまた応援してもらえると嬉しいなありがとうだあこうくんあれ今日もあのこうくんが来てくれたありがとうございますありがとうくまタワーだおはよう毎日顔を見合わせてるね見合わせてる合わせてるねもう家族のようなもんなのじゃないでしょうかこうくんありがとうタワーとあとタワークマタワーがあ、ミッツーだミッツーだありがとう今日もありがとね。なんか全然お話できてない気がするけど、でもいつもリプとかくれるコメントとかくれるの見てるから全然遠くに感じない。ありがとう。頑張ってますか。いろいろまた報告してね。弟さんありがとう。あともう一つタワー。たけくんが熊タワーたけくんだありがとうたけくんもなんか久々な気がするけどありがとう関西に行きたいめっちゃ好きやねんありがとういつもたこ焼き待っててねまた関西に行けるように頑張りますちょっと一回話そう間に合った間に合ったよあと15分だけどそう明日アイドルの力が放送ですよねそう夜に放送でこの君と私の歌のその初披露でもあるよねそうだからぜひチェックしてください緊張するなんか緊張するもう収録は終わってるんだけどなんか緊張するぜひあの感想とかもツイートしていただけたら広めていただけたら嬉しいです皆さんさその毎日お仕事ありがとうお仕事というのは推しという文字はあの推し面の推しですそのお仕事ですいつもありがとうとても力になっておりますというのは頻繁に伝えていきますねそうやっぱりね思っていることは口に出さないと伝わらないこともいっぱいあるからねこれからもいっぱいするよいい子です皆さん誰目線大好き Me too 元気もらってるじゃあお互いウィンウィンの関係なんですね私たちはちょっと一回またギフトよ指邪魔だよね失礼しますね一回クマの方を読んでいきましょうかねクマちゃんあ、ジェラくんがクマ3つ
チェラチェラチェラ、ありがとう。あやなつくま、こうくんくま、ありがとうございます。あとタワーがね、あと2本来てる。1本目、あ、マヨマヨちゃん、今日もだ。今日も私マヨの名前を呼んだよ。私はとても声が小さいんですけど、マヨちゃんの大声にいつも助けられています。本当に本当に嬉しい。コールとかもいつも大きな声でありがとう。私の力になってる。これからもよろしく。ありがとうマヨちゃん。もう一つ、富高さん、あれ、タカくんって呼ぶって言ったよね、昨日。昨日もだ。ありがとう、今日も。タカくん、タカくんで満足してるのかな、名前。これからもよろしくね。タカくんで満足してる？どうですか？良いですか？まあ嫌って言われても私は酔うけど。今日もありがとう。魚の名前みたい、トビウオみたい。でクマがもうちょっと増えたね。マサユキテンションリサチン、ありがとう。クマありがとうございます。優しい大谷さんが好き。優しいのかね。優しくない時もあるけどね。これをね、私ショールームをさやってるってそのツイートしてない理由はちょっとあって、なんかね、あのやりますってツイートするとすごい多分今よりたくさんの方が来てくださると思うんだけど、なんかちょっと狭いコミュニティで、コミュニティでやりたくて、きっとすごい興味持ってくれてるというか、興味というかすごい好きでいてくれてる人がこの配信に来てくれてると思うから、いろいろなんて言うんだろう、素が見せられるし、もっとなんかあのなんて言うんだろう、すごいあのあれ、濃密にというか、濃密にというか、あのコミュニケーションを取りたいなと思って、今の時期だからこそ、そういう理由であんまりオープンにはしてないです。そうだから、これからも多分こんな感じだけど、まあ多分ツイートする時もあるんだけど、そういう時はまあみんなに見てほしい時にするんだけど、そういう時はね、あんまりコメントとかも、まあ今もコメント全然読めてないんだけど、とかギフトもあんまりここまで丁寧に読めないと思うから、そう、それはちょっとね、分かっていただけたら嬉しい。だから今日とかね、最近はすごいなんかコミュニケーション取ってる気がする。まあやりたいと思ったしね、自分でも。タワー、桜タワー、ちゃくちゃ、ここに桜タワーがある。ありがとう、ちゃくちゃ。MV めっちゃ好きそう。今日の好きでしょ。ライブもね、見に来てね、いつも見てるよ。ライブ中も見つけてるよ。ありがとう、ちゃくちゃん。ありがとう。あと、あ、桜タワーが、二平さんだ。二平さん、2日ぶり?1日ぶりかな。ありがとう、今日も。やっほーい。あの後ね、元気になったみたいでよかったですよ。で、まあ本心ってあれは言ってるんだけど、よかった。じゃあ今日もこれで充電してもらえるかな。いつもありがとう。
次会えた時話したいこと決めといてね。ありすぎるかありがとう今日も。にへさんありがとう。54分なう。ちょっとギフトじゃ一旦やめよう。止め。ここまでで読ませていただきますね。いつも間に合わないからもう一つ、私差し入れ、差し入れタワーがなるみん、なるみん昨日ぶり、昨日も来てくれたよね、ありがとう。今日は今日立ててくれたんだね、ありがとう。元気いつもさありがとう、好きでいてくれて。今日は我慢できなかったのかな可愛い、いつもありがとうね。キャッ、ありがとうなるみ。あともう一つ、あきとがタワー、ありがとう。今日もあれ3日連続とかじゃない、ありがとうあきと。そうだよ、私にもいろいろ私生活とか見せてね、好きなものとかもっと知りたいし。まあ写真とミリネが好きってことは知ってますけどありがとう今日も。もう一つ、リリん、リリがタワー、ありがとう。あれなんか初じゃないかな、初タワーじゃないかな、ありがとう。久々に話したすぎて好きやで、どんどん可愛くなっていくよね。私も一緒に可愛くなろう。ありがとういつも、また話そうね、会いに行くね。タワーありがとうございます。でクマを最後に、はるにゃん、ゆうみ、コニー、嵐、かぐさん、ちゃくちゃ、みさちん、あ、ここら辺読んだかな、ありがとうございます。ということでちょっとね、まあ今56分なのであと1分ぐらい話してからランキング読もう。 MV 可愛かった、ありがとうございます。新曲めっちゃ好き、ありがとうございますね。でもこの2日間すごいさ、あれじゃない、なんか嬉しいお知らせめっちゃあるよね。そうだからなんかいい流れができてて嬉しいなと感じます。はい、だからみんなもさちょっと寂しい気持ちとかなくなったでしょ、ロスが。だから明日からも生きて一緒に生きていこう。キュキュいっぱい、心軽くなってる、イエーイオタク情緒不安定すぎて困るいやでもそういうもんよ、人間は。アイドルだってそう、私だってそう、みんなそうだから大丈夫、一人じゃない。私もね、未だに、まあ、成長したって言ってもらえることすごい多くなったんだけど、もう泣いてるし、すごい、まあみんなの前で泣くことってあんまなくなったけど、まあいろいろ収録とかだったりお仕事でなんか悔しくて泣いちゃうことが多くて、だけどそういう時すごいメンバーに助けられてるんで、仲間っていいなと感じます。はいまあね、皆さんに褒めていただけるのはすごい嬉しいです。ランキングを読むね。あ、待って、ちょっとギフトも増えてたよね、またクマが、あーちゃん、ミア、クマありがとうございます、ありがとうね。じゃあランキングを今から読むね、あと1分で読みます13位、ゼラ、ありがとう。12位、カズ、ありがとう。11位、リリ、ありがとう。10位、出ておいで、ナルミン、ありがとう。
9位アキト、ありがとう。8位ワッタ、ありがとう。7位富高、ありがとう。6位タケくん、ありがとう。やばい5位マヨ、ありがとう。4位コウくん、ありがとう。3位チャクチャ、ありがとう。2位ミッツ、ありがとう。そして1位がニエさん、ありがとう。今日もありがとうございました。皆さんお元気で、今日は今日なんかめっちゃバタバタでごめんね。今日もありがとうございました。しっかり寝てください。あ、バイバイ、おばちゃん